なんかめちゃめちゃ長いしりとりせん。めちゃくちゃ長いしりとり。とは、どういうことでしょう。単語がめっちゃ長いしりとりせん。単語？単語で？単語が長いもん。じゃあ、五文字以上にせん。あ、わかった。じゃあ誰からやる？いいよ、とわちゃんからで。とわから？うん。パイナップル。ル。ルーレット。ルーレットね。で、アリス？と、と、と、トイザラス。で、ウル監督？やべ、寝かけた。何？何だ？何？何？何？五文字以上シートリのス。ス？ス。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 足しすせの。ス。え、ちょっと待って、ごめん。急にすったな。すの 5? 5文字以上。すの5文字以上。す。す。わかんないよね。すの 5? す。すってのに？飲み物とかであるよ。え？緑の。緑の？緑。あれ？え？す？これ韓国の料理とか、うん、あ、なんだけど、あ、ウルカさんとか、す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 、ブロンズじゃん、す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 、罰ゲームすべ、水、水牛、水牛水牛、出た言葉が水牛マジか、食べ物ね。もう何も出なかった今。ストリーマーしか僕なかったけど最後。こんなに尺取って水牛さん。マジか。ストリーマーはありだな。え、単語じゃないそれは。あ、もう何でもいいのか。うん。五文字以上。やっぱしりとりブロンズかもしれん。水牛って普段使わないよね。うん。逆によくそっち出たな。そうそう。確かに。で、なんか食べ物で探してなんか急に出た。牛に引っ張られすぎや。水牛で終わりなのこれ。いや、もう今完全に。ドロールで終わりやん、こんなん。やっちゃったな。やっちゃった人じゃん、そんなん。やっちゃってる。恥ずかしい。あ、罰ゲームだよ。3人でウルカ先生の顔に落書きする。えぐいこと書かれそう。パリピだから落書きする感じじゃん。トータクセル。うん。なんかパリピじゃん。なんか今回の。ここはいい着地点になりそうだ。え、名前が？いや、はい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 。勝ち絵が。うんうんうん。夏のね、パリピって感じだから。戦いの場は私が決める。もうポスカで描いちゃう。黒にこだわらない。油性ってこと？ええ、やばい、まさかしりとりブロンズでこんな空気になると思わなかった。すいませんでした。いや、しかも危なかったし、ちょ、下手すぎ。それ何？それさ、何に対しての下手すぎって言ってる？え、違う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 、あの壁に当たらなくて全然降りれなかったから。違う。超下手すぎ。違う違う違う。